リンク、スタート。おとつさかです。いや、来ましたね、今回、ソードアートオンラインプロジェクトということでね、ようやくというかね、もう本当にソードアートオンラインに関しては、皆さん、早く来てくれみたいなね、感じで思ってた方も多いかと思うんですけれどもね、ついにって感じですよね、ソードアートオンラインコラボ、白猫プロジェクトにやってまいりました。さて、引いてまいりましょう。なんか今回あの課金をすると10連確定枠、うん、星5確定だったかな、があるようなんですけれども、今回僕とりあえずはそれを買わずに50連で攻めていきたいと思います。で、僕の一番の狙い、もちろん僕のこと分かってる人だったら分かると思うんだけど、キリト君狙いでございます。唯一の男キャラというところでね、まあちょっとキリト君引いていきたいなという感じです。双剣ということなんですけれども、なんかね、いや、スキルがめちゃくちゃかっこいいんですよ。スピルエフェクトがね、えらいかっこいいというところで、ぜひともキリト君来てほしいんだけど、なんかね、この子とか知んないんだよね、俺。シンセイスサーティーとか、なんかこの間ちょろっと見た時に見かけた気がしたけど、あ、これはね、ずっと前からいるやつだよね。シルフィードはリーファか、 リーファは知ってる。はい、黒の剣士、まあ黒がついたらとりあえず欲しい感あるよね。で、この剣とかもなんかかっこいいしな、この黒くて。いやー、アスナね、一気はちょろちょろ見てたからアスナは知ってるぜ。現実世界でもキリトのこと知ってんだよな。はい、しのんきました。まあ50連なんですけれども、引いていきたいと思います。みんな何狙いなんだろう。僕はキリト狙いです。では10連目やっていく。スロースタートなんでね、来ないとは思うんだけど、10連目では。さて、10連目どうなることやら。エイロード入ったけしきってないから、ワンチャン新キャラあるぞ。1、2、3、4、5。いつもスロースタートなんだけど、今回なんか調子いいかもしれない。いきなりキリトいいよ、いきなりキリト来ていいよ、いきなりキリト君来ていいんだけど。嫌な香り。そういうスターの打ち方してくる。まあ、嬉しいけど、スターは。いや、引きよかったんだけれど、待って、ちょっと50連で1体も来ないとかはやめてな、マジで。せめて1キャラは来るでしょ、さすがに7体入れ替えだよね、今回ね。うん、なんで1キャラは来ると思うんで、まあちょっと余裕ぶってね、どんどん引いていきましょう。20連目。キリト。よしちょい、もうキリトゆっくり振ってきたら終わってもいいレベルでキリトだけ欲しい。いや、他の子もあれなんだけど、1、2、3、4、5、5か、また5か。ゆっくりほんと頼むぜ。黒いマントに身を潜めて振ってこねえかな。あと4か、あと3、きついか。でも一応ロード入ってからスターか何かしらは来ると思うんだよ。えっ、来ました。名前わかんないけど、この子は僕の家知りませんか。キリトとアスナぐらいしかわかんない、とシノンとかしかわかんねえ。いや、とりあえず1キャラゲットでございます。あれはあの体験だね。でも地味に強そうだったよね、この子も。アリスちゃん、聖護騎士のアリス。いや、見た目全然嫌いじゃない。聖護騎士第3位。1位誰なんだろうな。ちょっとアニメちゃんと見てないからね、そこら辺がねちょっとあれなんだけれど。アクションスキル、咲け花たち。咲きましょう、そりゃ咲きましょうよ。いいねということで、30連目5位。これロード入んなかったらしょぼいんだよな、しょうもないんだよね。うん、とりあえず1キャラ、アリスちゃんだっけ。ロード入んね。1、2、3、4、5、6。え、キリト来ちゃう、これいいの、もらっちゃって。6だからね、6あるからね。6あれ、5、4。これも運命か。いった、まあ、俺あの子も死んない。今回調子いいかもしれん。とりあえず30連で2キャラ。
いやこれ一点狙いマジ闇やから、キリと一点狙いとかせえへんからな俺もほんまに。ゆうきさん、ゆうきちゃん、あ、なんかゆうきちゃん好きな方結構いらっしゃるみたいなイメージやったんだけど、ツイッター見てたら。どうなんだろう、どうなんやろうな。腐敗の超剣士めっちゃ強そうやんな。腐敗やってアニメでもめちゃくちゃ強い立ち位置っぽいな。腐敗の超剣士っていうぐらいやから、しかも剣士とか俺の好きな職やし、調子いい。これ死んない人ほんとザあのソードアートオンライン死んない人のガチャみたいになってるよね申し訳ない。でもあと引いていくよ。とりあえずキリト出るまではジュエルあるだけ回すわ、あるだけ回すわ。いくわ、ちょっとほんとロード頼む。あ、そう、毎日1回無料単発とかも今あるみたいで、ソードアートオンラインで、あれ金めっちゃ少なくなかった今。ああそうでもないか、6ぐらいいた。そう、その単発はね我慢しきれず単発だけ引いちゃったんだよね。でこれでキリと来ちゃったらどうしようとか思って想像しながら引いたんだけど、まあ来ないよね、まあ来ないよ、ね、足を引っ張らないよ、頑張ります。これラスト10連でキリときたらマジ神ガチャなんだけどな。ロード範囲内で終わる未来が見える、俺には見える。みんな何引いた？っていうかみんなソードアートオンライン好きな人って何狙いなんだろうね。でもやっぱりキリトだよね、キリトだよね。いやほんとキリト頼む、マジで頼む。キリトワンチャン追撃あるかもしれないな今回はな。うん、とりあえずこれでこの10連で今回は終わっていくけど、もしかしたら明日追撃する可能性もどうだろうな、どうだろうな、あるかもしれない性能によっては。うん、ということでラスト10連決めていく。ダメか、金2だもんな。金マン頑張っちゃうわよ、金マン2やもんな。頑張っちゃうわよ、そりゃきついわ。可愛い子いる？精一杯やります。そりゃきついっすわ。ねえ、いやでもまあ50連で、50連でまあとりあえずの2体やからいいんちゃうね。任せて、変わります。1体も来なかったらどうしようと思ったところはあるけど、ちょうど俺がさ知らないラインが来てくれたんだよね。ゆうきちゃんとかアリスちゃんとか、まあ毎日まあ無料で引けるっていうのもあるけど、まあちょっと様子を見ながら、ちょっとキリトがやっぱり気になるんでね、追撃行く可能性が結構多いね、ありますというところです。もしね、あのコメント欄とかでキリト君引いた方、キリトめっちゃ強いよとかあったらね、コメントとかでねしていただけると嬉しいでございます。ということで僕は今回ゆうきちゃんとアリスちゃんでございました。皆さん引きいかがでしたでしょうか。なんか今回みんな引きいい気がするけど、7体入れ替えの1体狙いってやばいよね本当やばいと思うから、ちょ様子を見ながら、あと確定枠もまだ僕残してるんで、課金してないんで、まあ、そこら辺でねワンチャン、ちょっと7分の1やろ、きついやな、7分の1引いていける可能性もあるから、でも、うん、そこら辺をうまいことね狙えたら引けたら引いていこうかななんて今ちょっと頭の中で考えておりますという感じで今回終わってまいります。どうも最後までご視聴していただきましてありがとうございました。気が向いたらチャンネル登録、ツイッターフォローなんかもしていただきますと嬉しいですという感じで今回終わってまいります。どうも最後までご視聴ありがとうございました。アガでした。バイバイ。くそー、キリト来なかったか。キリト来る未来しか見えなかったんだけどな。